こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進委員協議会波の支部です。今日はそばガレットを作りたいと思います。よろしくお願いします。教えてくださるのは内田さんです。よろしくお願いします。そして、今回お借りしてきた器は、阿蘇市波野にあります先生釜さんの作品をお借りしてきました。こちらの器に今日はそばガレット、はい、はい、名前は聞いたことあるんですけど、はい、私作るのも食べるのも初めてで、これってどんな料理なんですか？ですね、うん、この地元で採れたそば粉を使って、うん、その中にちょっとつなぎとして牛乳、はい、卵を入れて、うん、お水で溶きます、うん、でそれを薄焼きに両面しっかり焼きますね、うん、でその中に、焼きそばを今日は、一品は使いたいし、はい、もう一品はですね、野菜をたくさん使って、うん、ハムやチーズとか、うん、そういうものをですね、うん、作ってみたいと思います。はい、ガレットってもともとどこの料理なんですかね？フランスの。フランス、はい、あら、今日はおしゃれな地産地消でね、そば粉を使ってしてみたらどうだろうということでですね、波野はね、そば粉を産地ですので、はい、では早速お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずそば粉をここにですね、はい、入れさせてもらいます。はい、そして牛乳、はい、50cc ですね。はい、でちょっとここで一回ここでちょっと軽く混ぜておきたいと思います。はい、あとお水をですね、お水、はい、ここでお水を入れたいと思います。はい、これから焼きそばの、はい、材料を切って焼きそば麺を作りたいと思います。はい、次にお野菜を、はい、もう一品はですね、うんうん、使いたいと思いますので、はい、そのお野菜の方の材料をちょっと切りたいと思います。はい、薄くですね、はい、裏でちょっと伸ばしていきたいと思います。はい、ですね、あ、きれい。まだ、そういう風に巻くんですね。きゅうり、はい、こちらを、あー、美味しそう。そばガレット、はい、完成です。じゃあいただきましょう。いただきます。チーズとハムも合いますね。うん、合いますね。うん、ではここでお知らせです。今回器を提供していただいた先生釜さんをはじめ、いつも地産地消クッキングでお世話になっている阿蘇市の釜本さん6つが、オンラインショップ阿蘇もで阿蘇の陶器として、企画として販売しています。こちらは、2月3月、3月31日までの期間限定となっております。数量も限定のものもありますので、皆さんお早めに、オンラインショップ阿蘇もで阿蘇の陶器をぜひお買い求めください。